モーターズ。はい、皆さんこんにちは、モーターズ前田です。加藤です。はい、ということでですね、後ろ幕張メッセですね、東京オートサロンの2日目、11日に、来ているわけなんですけれども、まあ、検証企画といいますか、オートサロンっていろんなこう関係者の人が来るじゃないですか。まあ、車好きだったらみんなが知ってるあの人とかこの人みたいなのもいっぱいこう普通にフラッと歩いてるんで、なんかこうオートサロンに来たら何人のこう有名人に会えるのかなっていうのをそうやってみようよって、ヒゲのもじゃもじゃの人がヤマトって言うんですけど、聞いたことある。そう、なんかやったら面白いんじゃないとか。なるほどね。言い出してそう、面白くないんですよ僕らは。そうだね。そう、なぜか言い出しっぺがやらないで、そう、じゃあ丸くんと加藤がやってよみたいな。おかしいっすよね。ほんと俺らもう2日間歩き回ってヘトヘトなのに、こっからまた会場ぐるっと回れって言ってるんですよね。あの人ちょっと頭がおかしいクレイジーなんですけど、いないし。そう、金曜日じゃないから。そう、あの人ね、ちょっとね、大事なことをこう勘違いしてるというか、あの人が言ってるのはそのプレスで金曜日はそれは関係者しかいないんだから遭遇率高いじゃないですか。で、一般の人はね、やっぱその土日がやっぱメインなわけなんで、その中で探すのは大変かなって思うんですけど、まあ僕らは優しい男たちなんでその彼の悪ノリに、まあ、付き合ってあげようかなと。で、しかも、まあ、ちゃんとその見てるね、皆さんと同じ土日で一体何人の人に出会えるのか、同じ環境でね、リアルなやつ。そう、金曜日はね、それみんな会えるんですよ、いるんだからね。あの人はでもその金曜日のいっぱいいるのを見て、うわ、大津のいっぱい人いるからなんなん、ほんとマジ似てるということで、まあここから張り切ってね、ちょっとやっていきたいと思います。有名人の定義が分かんないからね。そう、有名人の定義もね、曖昧な話、爪甘いポイントその2。有名人って、じゃあどっから有名人なのっていう話なんですけど、まあちょっとやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあまずは北ホールから北ホールいきます。オートサロン2020歩いてたらレジェンドに会えちゃいました、稲田大二郎先生です。はじめまして。はい、どうも、明けましておめでとうございます。ね、もしよかったら今年の抱負とかちょっと伺ってもいいですか。まあ今年はね、ちょっと今ね、まあ今プロジェクトがあるんだけども、はい、まあ久しぶりにね、アメリカのボンネビルの世界最高速度挑戦やろうかなと思ってます、ニュースープラで。お、うん、まあ、今だから一生懸命、はい、スポンサー集めに動いてます。なるほどですね。うん、まあ、車もスープラであって、はい、まあ、チューニングも別に BMW のエンジンではなくて、はい、トヨタの通常乗っけてやるから、はい、まあ、あとお金さえ集まれば、まあ、時間かからずに車作れるから。なるほど。まずはね、資金集め、皆さんも協力してぜひぜひ、じゃあそんな稲田大二郎さんのチャレンジを皆さんでちょっと応援しましょう。ありがとうございました。はい、はい、ということでですね、有名人にインタビューしてみよう企画2人目、アーティストの方を見つけましたのでお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。萌えと申します。チョークアートとか、壁画とかキャンバスがいろいろ絵を描いて絵描きです。はい。もともとずっとこういうのをやられてたんですか。もともとアメリカに住んでまして、でその時にチョークアートのイベントがよくあったんですけど、そういう大会に出たりして、で日本に帰ってきたので日本でちょっと活動してる感じです。日本では主にどういうところで活動されてるんですか。ご依頼いただいてこういうイベントとか、あとはオフィスの壁画とかカフェの壁画とかを描いたり、普通に絵をご依頼いただいてキャンバス画を描いたりもしてます。なるほど、ありがとうございます。ぜひ今年の抱負を一言いただけると。いっぱい絵を描けるように頑張りますありがとうございました。はい、はい、ですね、関西ブース、あ、関西サービスさんのブースに、やってまいりました。はい、西ホール2番にあります、西ホール2番にあります関西サービスブースにやってきましたもう一回やります、はい、はい、西ホール2番にございます、関西サービスブースにやってまいりました。はい、こんにちは、お世話になります。はい、ご無沙汰ですね。ご無沙汰ですね。はい、はいはい、今年はやっぱ90を持ってきたって感じなんですよね。今年はですね、白黒のですね、はい、いつもの車を5台準備しましたけども、やっぱりですね、一番人気は普通はお客さんが多いのが
34なんですよ。34がね本当に一番人気でみんな写真撮ってくれるんですけど、まあね今人気のね34なんですけども、やっぱり今年は何と言ってももう34なんかみんな知ってますから、やっぱりスープラーですよ。新型スープラーがはいやっと入りましたんで、やっと入ってですね、ギリギリ間に合いました。はい、実はですねエアロとかもやりたかったんですけども全然ちょっと間に合わなくてですね、とりあえず車高はやっぱり高いんでね、ちょっと落とさないといかんじゃないかということで、まあとりあえず HK さんの、ツーリングサスペンションといってちょっと車高が落ちるタイプ、車高調のつけました。はい、でまあ車高落ちるとやっぱりねかっこいいタイヤを履かないとってことで、横間さんに無理言って、これはねアドバンのビヨンドっていう新しいホイールなんですけども、またね色がね洒落てる色になってるのよ、ちょっとおしゃれチックで、でまあこれもですね思った以上にお気に入りでですね、で結構日の当たり方によってすごいねこう七変化をするというか、すごいね配色が変わってくるんでね、なかなかいい色になったりとかして、ちょっとねおしゃれっぽく顔に似合わずですけど、いやいやそんなことない、言いたいんでしょ、そんなことないですよなかなかねかっこいいんですよ、はい、でまあそういうのでねスライジをバシッと狙ってますんでね、はい、なかなかかっこよくなったんじゃないかなと。なるほどですね、はい、それとですね、はい、あとは一応マフラーもエチケスのやつがまだ発売はしないんですけども USA バージョンっていうのがあって、もうアメリカで売ってるやつがあるんですよ、はいはいはい、それを無理やり無理やりアメリカから、はい、US バージョンをもうつけちゃいました。でなかなかいい音もするし、なるほど、純正の切り替えバルブがついてるんで、だからしないところ朝一発はちょっと大きいんですけども、あの通常ではもう切り替えして音量がすごい静かになるんですね、はい、で走り出すとこう音が変わってきて、なかなかですね、使い心地がよくてですね、いい感じですよ、はい、であとはエンジンはですね、非常に苦労しまして、はい、ノーマルがですね、大体320馬力ぐらいです、うちの車種でダイナパックでね、はい、でそれをまあまあ第一段階ですけども、いろんなこうセットアップをしまして、なんとかですね、はい、410馬力ぐらいまでは、はい、できまして、80馬力ぐらいアップしたということで、はい、乗っててもですね非常に良くなりました。でやっとこれで走れるスープラができたかなみたいなところで、はい、やっておりますので、はい、でもう一つはですねスープラいいんですけども、このでかいボンネット、屋根のこうあのへこんだケツのでかい女みたいなとこねあれの屋根がですねあまり私の好みじゃないもんですから、ここにですねワンポイントのこうラインを入れることでちょっと車が締まって見えるというね、が屋根をですね黒にして、どっちかというと頭を軽くしたかったということがあって、こういうふうにちょっとだけカッティングでねこれ簡単にできますんで、ちょっと、関西風にアレンジをしてみました。なるほど、いいっしょ、いいですね。でまたね中もですね純正してもいいんですけど、はい、デカロをつけちゃいました。なるほど、はい、お気に入りの、はい、そうです、はい、でそういう部分でね新しい、スープラですけども、はい、たくさんでね、はい、一番お気に入りということで、はい、はい、皆さんにお伺いしてるんですけど、はい、今年の抱負なんかをちょっと伺えればと思ってて、抱負ですが、はい、はい、あのもう65になりましたんで、元気ですね、もうちょっと70までですね、皆さんと一緒に走れるように楽しめるように頑張っていきたいなとっていうことですけども、いやいやこういうのは別としまして、やっぱ会社はねやっぱり新しい車、今年もいっぱい出ますんで、ヤリスも出るし、もちろんそれもやりますし、それから、8月だと思うんですけども、次の、国内生産のシビックのタイプ R が出ます、出るそうです。なるほど、はい、でやっぱりこの国内作ったねタイプ R シビックってことで、それを、じゃあうちももう一回しっかりやろうかと、でお客さんも結構いるんですけどね、じゃあタイプ R を買ってねそれもちょっとやってみたいなと思いますんで、まだまだね超入荷いっぱい出ますんでね、古い車新しい車もすべてですね、関西バージョンでいろいろチャレンジしていきたいなと思いますんで、また応援よろしくお願いします。ということで、皆さん関西サービスに2020年も注目してみてください。あざーす。はい、ということでですね、イタルデザインの、GTR ちょっと今インタビューしてたわけなんですけれども、その販売している LCI の、ジャスティンさんにちょっと今年の抱負を聞いてみたいと思います。今年何をしたいとかありますか？何をしたい、GTR に対しては、まあやっぱり50台の中で半分ぐらいに日本に売りたいんですね25台ぐらいで日本人に売りたいって、はい、あと
実は私はまだこの車はサーキット走ってない。ちょっと富士に持ってきたいなは自分のもう一つの方向で。あとはなんかあのいつもあのケータハムでレースとかやられてるじゃないですか。はい、ちょうど来月、2月の初めで、K4GP があります、自分で開発したの、軽自動車の7で、エンデュランスレースを出ます同じレースで、LCI VT ホールディングスの社長は出てます。私の社長は同じ社長に勝ちたいな了解です。はい、今年も頑張ってください、はい、ありがとうございます。たまたま歩いてたら佐藤かけまして会えましたね。会えました。すごい、こんばんは。ちょっともうそんな時間ですね。やっぱオートサロン会えますね。会える。多分運が良ければ歩いてるだろうね。歩いてますね。裏道ないもん。そう。皆さん大きな拍手をお願いいたします。よろしくお願いします。次、はい、ということでですね、有名人を求めて東大路まで歩いてきちゃいました。ちょっと疲れてきちゃう。で、有名人がいますね。テントさん、ちょっとテントすいません。ちょっと見つけちゃったんで今勝手にカメラ回し始めちゃったんですけど、ちょっと声かけてみようかなと思っちゃうと邪魔かな。すいません、エッツさん。あ、どうもどうもどうも。すいません、今ちょっとオートサロン中に何人の有名人に会えるかなっていう体当たり企画をやってまして、はいはいはい、見つけちゃったんでごめんなさい。今撮影中でしたよね。あー、まあ断念します。すいません。私何人目ですか。うわ、今のところ6人目、7人目とかぐらいですね。はいはいはい。どうも皆さんこんにちは、レッドメモリーのレッドです。はい、同じの決まりましたね、はい、レッドさんです。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いしますね。よろしくお願いします、はい、皆さんに、その会えてる有名人の皆さんにちょっと一つお願いをしてまして、今年の抱負を皆さんに聞いてるんですけれど。今年の抱負いや、いいところに来ましたね。はい、じゃあもうこれ言っていいですか。はい、どうぞどうぞ。私、2020年の抱負というですかね、まあやることがかなり人生の革命的な年になる年なんですよね。なるほど。で、この2020年はドリフトを参戦します。お、そして、車両も確保しました。おで、車両は、日産 S15 シルビア350馬力。お、今ちょっと不動車状態になってるので、それを直す、起こしつつ、それでドリフトに参戦して。なるほど。まあ、今回からですね、やっぱ飾るだけが車じゃないので、はい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 、走りもね、ちょこっと、ね、下手くそながらやらせてもらいます。なるほど。じゃあ今年は本当にチャレンジの年といいますか、まあ、シルビアを、この、ドリフト始めるということなので、今年2020年も皆さんね、レッドメモリーをぜひぜひチェックしてみてくださいって感じです、ね、よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、突然声かけてしまって、はい、ありがとうございます。じゃあ僕撮影があるんで、はい、すいません。バイバイ。ありがとうございます。磯野、だるまさんが転んでやろうぜ。行くよ。だるまさんが転んもたこ。はい、ということですね、今日一日もうオートサロン歩き続けました。疲れた。疲れましたね。疲れた。有名人いないもん。声が出てない、そもそも。なんですけど、最後に一人いました、有名人。おはようございます。何有名 YouTuber の山さん。有名 YouTuber、 どうもどうも、はじめまして、有名 YouTuber の山です。いや、分からんけど、何怖いんだけど、突然。あなたが、はい、オートサロンで、はい、いっぱい有名人あったら面白いんじゃねって言うから、はい、動画撮ってきたわけですよ。いや、だからそうでしょ、僕じゃないじゃん。だってそんな業界の有名人とかに会ってきなさいよみたいな企画だったでしょ。何にやりや、全然いないよ、土曜日。いないの。いないよ、土曜日。あなたが言ってるのは金曜日の話でしょ。まあそうね、金曜日はいっぱいいたな。土曜日はいないんで、お客さん来るの土曜日なんだから。そっか、確かに。すげえムカついた。こんなに一日歩いたのに。結果ですね、結果なんですけど、はい、6人かな。6人。はい、でも6人も会えたんだ。会えました。すごいじゃない。はい、まあ、その6人の内容は動画見てください、うん、あ、じゃあ僕も楽しみに。教えてくれないのね。教えません。だって編集するのに必要じゃない、それ。大丈夫です。大丈夫なの。大丈夫です。ひどくない。6人は後で見てくださいっていう感じですね、はい、で、まあ
一応おさらいというか結果、まあ、金曜日は本当にいっぱいいますと、うん、でもし会うんであれば土曜日とかにもあのドライバーさんとかトークショーとかイベントいっぱいやってるので、まあ、そういうのをあの事前にチェックして行くと、はいはい、まあ、会えますって感じですかね。はい、なので、おつたの来て、あの憧れのドライバーとかに会いたい人はぜひぜひね事前に、各ブースの、よくチェックしてから行きましょう。じゃないと僕らみたいに行き当たりばったりで行くとね本当に歩いて疲れるだけなので、はい、という動画でした。よく頑張った。ムカつくな。ムカつくな。まあいいや、次の動画でお会いしましょう。さよなら。突然ですが、モーターズチャンネルを運営しているウェブメディアモーターズ、そして、さらにそのモーターズを運営しているミドルフィールド株式会社では、ライターの方とアルバイトの方、社員の方、つまりですね、一緒に働いてくれる仲間を募集しております。設立して5年目、急成長中のスタートアップ企業で一緒に車を最高のエンターテインメントにするという仲間を募集してますので、いろんな条件にマッチしたらですね、ぜひぜひご連絡ください。求人情報、それからライターの情報等々については概要欄の方に URL が載ってます。ぜひこちらをチェックしてみてください。僕たちと一緒に世界中に車好きを増やす活動というのを頑張っていきましょう。